こたつやった方が良かったですかね。こたつでやった方がいいかなと思ったけど、まあ、また来年、ね、みんなの力で、できたらいいですね。最初にあの挨拶しましたけれども、あの日の晩はね大変でした。高橋川の水位が13メーター14センチ、過去最高を記録してね、一番高い高橋川の土手、山崎製パンのところの裏側のところがもうあとこれぐらいで超えるみたいな時まで行きました。で、僕は高橋川はもうこれ切れると思ってたんで、もうみんな逃げろというふうに言ってました。で、その時あんまりみんなには公表していないけど、総社市民20人の人があの高橋川の濁流の中に飲み込まれたんです。で、20人亡くなったかと思ったんですが、次の朝に16人生きて帰ってきてくれました。まあ4人の方亡くしてね、本当にお悔やみ申し上げますけれども、16人は助かりました。で、今日はね、なんかみんなこうして盛り上がって復興に向けて、亡くなった方もいらっしゃる、それから家を亡くした方も全部で350人ぐらいいらっしゃって、辛い気持ちもいっぱいあるんですけれども、みんなで助け合って前よりももっと素晴らしい総社にあのしたいじゃないですか。なんで今日から力を合わせて立ち上がっていきたいと思います。そんな気持ちを込めて、一曲歌いたいと思います。ずっとみんな今日ここにいる人も、それからボランティアで来てくれた人も、そして被災した人も、この世に生まれて会うべくして会ってるんだと思います。今日こうしてみんなと会えているのも、生まれる前から会うことが予約済みの方々だったと思います。そんな気持ちを込めて糸という歌を歌いたいと思います。私たちは何も知らない、いつ巡り会うのかを、私たちはいつも知らない、どこにI'm not afraid of the dark.
後のささくれ、こんな人が何になるの、心もとなくて震えてた風の中、手の糸はあなた、いつか誰かを傷を癒すかもしれない。たての糸はあなた、この糸は私、会うべき人に出会えること。人は幸せと呼びます。ありがとうございました。じゃあちょっと寒くなってきましたけどね、この後も有名タレントが続々出てくるので、楽しいコンサートをお過ごしください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。